はい、こんにちは、くんです。ということで、グースグースダック、やっていこうと思います。今回の最初の役職は、村側が自警団員、プレイヤーを一人殺すことができるっていう風なのと、アベンジャーっていうのを、入れました。アベンジャーはキルするところを目撃した場合、一時的に殺せるようになる。要は、近くで殺しが起こった時に自分も殺せるようになるっていう、めっちゃ強いです。で、もう一個が、人狼側の役職がカニバル。これは死体を消滅させることが、一回で消滅させることができるっていうのと、爆弾も入れてみました。爆弾も入ってます。いやー、マジやばい爆弾。まあ、ただ、会議ボタンを頑張って押しましょうっていう、分かったら。会議ボタン分かったからな、どこにある。いや、ちなみにマップ変えたんで分からないかもしれないです。マップ変わったある。近くにあるでしょう。プリ、ダックを追放しよう。はい。あるじゃん、これ。いや、明らかに。めっちゃ分かりやすい、この。タスク。これなんだ、このタスク。え？こんなことさせられるんだ。ここは、なんか行けるわけじゃないのか。なんかダクトみたいな感じになってるのか。てんてん。企業家役職ある？ないです。僕は無個性な。ないんだ。オッケー。無個性な将軍なので。ナッシーか。いや、ちょっとわかんないっす、これ。いや、ブリッジで死んでたんすけど。アリエヌとヒマゼ、そこから降りてこなかった？降りてきたけど、そこはあれいたはず。誰がいた？そこの近くに一緒に誰かいたはずだけど、俺はそのまま速攻で下がってきたから。俺の後ろアレインさんいたでしょ。で、それで先行って俺タスク終わった後速攻追いかけてきたの、わかるやん。そこ二郎じゃないなら、アリエヌとヒマゼンは白出せる。で、アレインさんは俺より、俺タスクやってたから、その数秒早く。いや、5秒ぐらいか。あ、そうで、出来横は誰かすれ違ってない？いや、ちょっと覚えてない。あれ、出来横さんすれ違ったよね。時間ないな。ああ、すれ違った。マズラ、ヤチ、長月、ベノム。長月はセキュリティールームでタスクしてたから違うと思う。俺は左下から。ベノムさんと長月違う。で、のちゃちゃリアクターとかエンジンルームあたりに噛まれて、俺居住区に行くまでのちゃちゃ一緒だったから。ヤチは俺と一緒にいたからないと思うよ。どこにいた？どこだっけ？待って、場所が見えないから。あ、マップで見えなくなっちゃった。左下の方。おい、認識の差が。一回来てくる。これなんか、いたか、ヤチさん。左下の方。あ、でもヤチさん、そうや。ヤチさん、俺より後いなかった。なんかヤチさんにすれ違って、俺最後。ヤチいたけど、その後すぐファーって行って、アレヌと合流してる。むずい。そう。なんか、キャラクターが動き回るから、むずいな、これ。どういうルートだ？ちょっと待てよ、考えろ。ちょっと何も考えずに走ってんのよくなかった。でも、ブリッジの死体って、ヤツさんとアリンさんはあっちゃんあるんじゃないんかな。こっちにも行けるんだ。いや、ブリッジとかこのリアクターだ、これ結構スルーで行けるよな。左側のタスク。お、びっくりした。反撃きつい。まずいまずいまずい。爆弾、助けて。あ、こっちこっち。あ、押そう。ボタン押そう。あぶねえ。助けた。長月が爆弾つけられてた。長月、誰とすれ違った？ベノブさんの声は聞こえてたって感じかな。助けてたから誰かすれ違ったか見えてないけど。結構すれ違ったってこと？いや、全然。確認できたのベノブさんだけで。いや、ベノブ死んでるから関係ない、別に。もうベノブさん、イメージで死んでた。俺、通報しようとしたらボタンがピピーで。下降りてたよ、ヤツさん。うん。いや、で、しかもヤツさんとすれ違ったから、俺的にヤツさん結構。まあ、じゃあヤツじゃね。医務室で殺して出てきたんじゃねえかなって思ってるよ。いや、俺と長月隠しろで見てほしいな。なんか長月が爆弾抱えてて、俺がボタン押して助けたから、ゴラックスで。全然助けてもらった。命助けてもらった。もうこのまま忘れません。やつさんは黒で見ていいよ。なんか俺、廊下で数値が出てる。なんか一回。あ、じゃあ。やつさんは人狼仕草してた。多分、出来横だと思います。いや、もうこれはもうやつさんだわ。いや、出来横かもしれないけど、やつは間違いないと思う。
ヤチさんは多分人狼。白で見ていいと思う。ヤチさんはね、人を売らない、多分。ヤチ、長期休暇入りまーす。よし、狙撃場行ってきまーす。爆弾鳴ってね。チクタク言ってなかった。爆弾戻った、戻って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 、トーマス、トーマス、戻れ、戻れ、戻れ。ちょっと待って。え、爆弾じゃないの？早すぎる、チクチク。これさ、上の方にいる、さっきのターンの終わりにつけられた。え？爆発してるわ、ほら。長月は爆発する。え、長月死なない、あれ無理なんだ、あれ死ぬんだ。なんか壁とかしなかったね。はい、あれこれ、それどうしたじゃん。これさ、リアクターまでパクるのやりすぎだろ。やってるね。お待ちください、なってるよ。え、ちょ、なんで下やんないの。なんか下やって、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 それ下やって。やってる、やってる。早くやってよ、だやってんのこれ。クーさんも長押しした。安定した、安定した、安定した。おかっとびっくりした。え、これ爆弾気づけ。ずっと倒ししてたよ俺。え、馬面くんなんかずっと止まってたの、なんで。え、どこでどこで。下でさっき固まってたよね、ずっと一人で。あれ何、何ここら辺。うん、あの下のところってこと。うん。俺なんか、え、待って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 。爆弾ついてる、馬面くん爆弾ついてる。馬面くん爆弾ついてる。やめて。じゃあ俺じゃない、俺じゃない。馬面くん爆弾ついてる。スイッチ押して。議論しよう。え、生月は死んだんだよ。あ、待って。馬面くんが爆弾つけられて、今俺がスイッチ押しに行った。で、あのタイム的にも見たら、クンさん、トーマスさん、デキオコさん、俺の中でしかないのよ。の中に爆弾魔がいる。爆弾魔まで行ってる。ボーマーがいるんだ。あれ、ごめん、あの今これ、ウマヅラハが確実に死ぬ。ウマヅラがつけられたってこと。あ、そうそう、パニックになって俺、ヒマジンさんつけちゃった。え、なんか、え、どういうこと。え、ヒマジンこれ、あの、え、ちょっと待って、誰釣るかは一回さておき。ヒマジンこれ、多分長月のさっきの現象を見るに、多分爆弾つけられたら、この会議の後引き継いちゃうから、ヒマジンが今から例えばトーマスかデキオコか俺釣るとして、ヒマジンが一番怪しいと思うやつに他につけな、はい、アリエヌかヘルスカか分かんないけど、ね、自分から逃げるやつだじゃない。トーマスくんが爆弾つけたんじゃないか。デキオコさんはやってたんでしょ。でクンさん長月さんのスイッチでしょ。だから俺トーマスくんだと思うよ、俺の目線は。ほう、僕アベンジャーです。役職あります。もう今更かな。ちなみになんですけど、いやもう今遅くね。爆弾魔って、うん、え、近くにいる人につけれるの。そう。え、でもなんか、僕さっき近くいたの。え、あのさ、下のさ、え、アリエヌヘルスカーいなかったっしょ。直んなかったから、上の人だと思う。え、僕、なんならヒマジンさんと話してたもん。じゃあ、トーマスさん、結構時間かかる。すれ違ってないから、ヒマズラとは一回もすれ違ってないから。ヒマズラとはすれ違ってないから、一回も。多分クンさんだと思うよ、俺。いや、俺違う。え、スキップ、俺はトーマス。え、なんで、なんで、なんで。え、これ人狼だろ、多分。人狼がこれ入れてる、スキップ、絶対。え、だから、え、俺ヘルスカー、トーマスで間違いないじゃないか、これ。トーマス、うん、トーマス動かないで動かないで動かないで。アベンジャーならもう動かないで動かないで。いいよ、俺爆発するよ。で、ちょっと待って、これ、うん、まあこれでいい気がする。明らかおかしくて、スキップ入れたの誰が入れなかった。俺はトーマス君に入れた。俺もトーマス入れた。それ、俺スキップ入れちゃいました。スキップで返されたんじゃないの。俺もなんかスキップなんかなと思って、そのなんか爆弾で怪しいトーマス君にするかなって。なんでウマヅラハがスキップ入れるんだ。お前被害者じゃないの。話の流れがよくわからんかったんやけど。え、兄弟のくせに分かれよ。え、兄弟じゃないもん。ハラスメントしてる。爆弾抱えてる、爆弾抱えてる。兄弟じゃないもん。エルスか、エルスか、エルスか、止まって、エルスか止まって。これクルさんとヒマジンさんで、ああ、エルスか、止まれ。エルスに渡した、ヘルスかに渡した、ヘルスかに渡した。え、だってヤキさん黒っぽいって俺言わんくね、あれ。いや、もういや、ちなみに俺が爆弾なんか人狼だったらさすがに名演技すぎ、今の爆弾。やばい、もうちょっと待って、誰も信用できない。ヘルスカ下で死んでるからね、ちゃんと。え、これ下見に行かね、これヘルスカ死んでるか。ありありあり、ちゃんと死んでると思うけど。まあ別に見てから行くのもできるはず、これ。ああ、死んでる。それ行こう。エンジンリセットするよ。エンジン直し行く。え、エンジンリセットも一人でできる。あ、死んでる。え、これ距離、時間的に左側でアリエヌが死んでるから、左下に逃げた人誰？ヘルスカー俺つけて戻ってきたんだよ。その間、上にいた人、ヒマジンデキオコウマヅラハギ、お前ら分かるはずだぞ、多分。え、いや、これウマヅラくんじゃない？俺らだって固まってたもん、3人くんさん。え、ウマヅラくん左の下の通路入ってたのは確かだよね。え、行ってない。いや、それは嘘、行ってた。左下の通路。ブリッジじゃ、どうだっけ？デキオコも発言してくんない？デキオコは俺がヘルスカーにつけに行ってる間、どこ行った？ヘルスカーにつけに行ってる間、うん、俺ずっと娯楽室でずっと動かずに。で、暇人は？え、俺娯楽室行けちゃうね。うん、え、俺も娯楽室だよ。娯楽室だよ。
いや、馬面くんじゃないの。待って、爆弾つけられたんだよ、俺。え、でもそうなんだよな、意味がわからねえ。出来起こさん、クーンさんに手玉取られ、クーンさんに手玉取られてんじゃね、これ、俺ら。いや、だから、じゃあ、ヘルスカを爆弾つけて、俺、返しに行ってるから、左下にアリエヌいるんだよ。どうやって亀に行くの。ヘルスカ殺して、アリエヌワープして亀ないでしょ。ワープしたんじゃねえの、これ、透明化使って。いや、透明化いないか、今。え、俺、入れたよ。誰に出来さん。は？出来起こ？え？俺？え、敵横に爆弾マジラくんつけられなくね？え、ミスってね、マジこれ多分。え、どういうこと？え、マジ？え、わかんないけど。わかんない、意味わかんない。敵横いたんじゃないの、娯楽室に。暇人が。え、でも、いや、でもマジラくんが爆弾つけられるとは思わないもん。つけられたのが馬面くんだったから。ミスって終わっちゃった。暇人じゃん。暇人じゃん。お前じゃねえかよ。え、待って。だってさ、俺爆弾つけられた時さ、お前近くにおったやん、暇人。いやー、馬面くん。え、味方にこれも。暇人がいなかったって主張してほしかったのできよこもだけど。俺、見えてないから。え、君たち、君、本当に兄弟かね。主体性がないよ。ああ。え、馬面。マジやばい。おい。おい、暇人くん。いや、疑心暗鬼になってたわ、最後。暇取ろう。いや、ちょ、待って、俺、人狼に爆弾つけるは想像しないって、さすがに。ついちゃったんじゃないの、あれ。そう、ついちゃうから。あ、そんなん。え、だってさ、他の人が、暇人さん頼みますよ。ついつけるとかありえるから、まあ。わかんない。ヘルスか、マジでナイスだった。いや、マジでわかんねえな。いや、俺、最後全員怪しく見えてたわ。え、まぁ、左下、馬桜いたん、あれも、いたよ。思いっきりと。そうだよ、あれ掘り寄さないとダメだよね。左下のもちゃんと押してほしかったな。だって神に行ける人がいないもん。もうその事実だけでよかった、たぶん。俺、何も見てなかったわ、画面を。これ、半分は役職持ちなのか、これ。あー、確かに。このセキュリティいや、違う、半分じゃないな。5人は役職、12分の5は役職持ちなのか。結構役職持ち多いんだな。確かに。はい、確定ウマヅラハギ。場所が俺電気室から右上にブリッジのちゃちゃがあって、なんか物食いながらぐしゃぐしゃ喋ってるところを聞きながらブリッジから下に降りてって電気室から添木場に上がっていく最中にウマヅラハギとすれ違ってで、ウマヅラハギが、うん、何も通報せずに左下に行ってて、狙撃場のところに、長月の死体があった。もう、確定です。待って、あの、すいません、本当に僕じゃないです。じゃあ、馬面ハギがあるとしたら、もう通報ボタンが出てるのにやってないとかだよ。誰か一緒にいた、それがもう一人。村としてもいらないよ、それは。馬面目線の話は見えてなかったかも。誰かいたとは主張しないよ、一緒に。見てなかったし。いや、あの、僕の後ろに暇人さんは。終わりだ、兄弟。いや、俺上行ってます。馬面くん、俺上に戻ってます。馬面くん、僕は上に登ってます。戻りました、馬面くん。おい、なんで俺見逃した。ダメ、これなし落ちた。回線落ち。 PC 落ちかな。回線落ち、回線落ち分かんなくなるからやべえんだよな。マジゲームで。え、てかこれもう役職かけじゃん。まあしょうがない、もうだって長月殺されてる時点でもうって感じ。結構これ戻るの強いな。結構みんなサクサク殺してくから。だるいなこれ。でも分からん。え、暗闇の中アリエルさんが死んでて、で下に行ったのはクンさんなんですけど、え、ちょっとクンさんが見逃してないんだったら。いや、見てないこれ。クンさんじゃんだと思いますよ。え、どこで死んでた展開。え、カラス、え、クンさんが走ってた。いや、あ、あのね、ブリッジの下の通信室の声は聞こえたんだよ。ふんふんとかって言って。そう。バカにしてったろ、これこげー、ここげー。うん、え、見えないって。なんか今死んでたぞ。いや、でも、いや普通に真っ暗だから何も見えないよ、正直。うん、カ
カラスが走ってって。あ、でもさ、出来横なんでカラスが走ってって分かったの？俺出来横すら視界に見えた。見えたってこと？すれ違い、普通に間近に違う。俺は出来横の声は聞こえたんだけど、出来横の姿が分かんなかったから、誰かとすれ違ったのが分かった。あ、もう確信した。これクンさんだわ。これやってるやってる。これやってる。これクンさんだと思う。確信した。これやってるわ。これやってる。確信した俺。今ので確信した俺。あの俺が釣られても多分これさ終わらないから。出来横多分これ村でトロールしてるだけだから、で俺の予想なんだけどヤツだと思う。ちょっと待って、ヤツの場所は精神的な圧かけない。あのちょっと聞いて、あのどうでもいい、もう俺が釣られるの確定してるからいいんだよ。ヤツがリアクターを直してる最中に俺が真ん中のブリッジルームに行ったあたりで停電が起こったので、だから俺の後を追いかけてくれるとしたらヤツだから、カメルとしたらヤツだと思う、おそらく。で出来横はトロールしてるだけだから、こいつの無能さを許してくれ。こいつはただバカだっただけだからただのバカだから許してくれ。ちょっと待って、やーい、やばい、バーカバーカ。俺最後に重曹かける。重曹かける。あ、俺かけるわ。じゃあこれここまでゆうくんさんに俺スキップにかける。あ、負けた。いいよ重曹だわ。でもこれ多分やつだと思う。でもまだこれ一人しか飛んでないから、どっちにしろ終わんないんだよね。くんさん、ちなみに本当にあれ僕殺してないんですよ。誰が殺したの？知らないです。で、爆弾魔なんで。あれ、ベノムさんにやられました。俺もベノムさんにやられました。ガチトロールした俺は、マジ最悪。そう、ベノムさんにやられたところ、僕の死体を馬面さ素通りして、いや見れなかったな、これ多分通報できる位置にあったんだろうな。でも出来横じゃないと思うな、絶対出来横じゃないのは間違いない。あ、てか、でも出来横じゃないのは分かるか。ベノムだと誰だ、ヤチ合ってる俺の推理。いや、出来横多分沼村なんだろうな。でも、絶対そうじゃねえの、だいぶだって全然この距離で見えるじゃん。で、黒い鳥が走ってた。なんだこの停電。早よ直せ。黒い鳥が走ってったぞ。終わってる。まあ、気づかなかったらいいか。でもベロムさんはさ、賛同してくれるはず。どいつもこいつも怪しい。てかさ、てか大体さ、馬面がさ、見つけられないはずがないで釣られてんだからさ、別にクンさんが見つけられないはずがないで釣っていいよな。死んだ。殺された。あれ？ヤチ殺された？じゃあ暇人か？あ、自警団に殺されたんか。ヤチ人狼？自警団がヤチ殺したんか。おう。もうナイス。自警団ナイス。誰だ？誰が石を引き継いだ？誰かが。よし、ヤチ当たってた。よかった。ああ、よかった。とりあえずヤチは。でも、ヤチ誰も殺せないっすよ。あれ、誰が殺したんだ？ベロム殺せたんだ。ヤチ、だってずっとリアクターにいましたもん、あれ。あそこから動いてないっすよ。ベロムどのタイミングで殺したんだろう。相当初期の段階で殺したのかな。まあまあ、ともかく当たっててよかった。ボタン押しにかね。これで誰か死んでたらさ、浮いてる人でしょ。あ、行こう。全員で固まっていくぞ。いや、これヘルスかな。誰か話してる。ボタン。ボタン押す。あ、死んでる。これヘルスか。やっぱそういうことなんです。これ多分。ね、多分これ普通にヘルスカだと思う。俺ら固まってたもんね。暇人とロジャラとデキヨコとトーマスは固まってた。待って、暇人が結構後から参入だからなんだけど、暇人もわかんないって感じが。そう、俺がいたのが電気室で、あれみんな固まったと。俺上の通路いたじゃん、左の通路、うん、で、この通路真ん中にある自動ドアの調整っていうタスクをやって、俺は下は降りに来た。倉庫にタスクがあるから俺。いや、どっちだこれ、うん、まあ何とでも言えるんだよね、はい、その辺は。そう。でも俺目線やったらヘルスカだよ、これは。ヘルスカ入れて、僕の声聞こえますか？念のため暇人も釣ればいい、ね。聞こえる。聞こえるけど釣る。僕は村で殺してるやつ。あ？あ、アベンジャーね。あ。だ、地毛団員でヤチ殺したんじゃないの？怪しいって言ってたから。え？アベンジャーじゃない？地毛団員ね、アベンジャーズ。で、殺した場面見てたはずなんだよ、ヘルスカは。誰を殺してるの？これ嘘、ヘルスカ嘘じゃない、これ。え、だって、殺した場面見てんだったらさっき言うじゃん。何が起きてるの？全然分かってない。殺したら通報しないとダメだよね。地形団員だったら殺して通報しないのもおかしいから。やべえ、俺何もわかんねえわ。脳が処理しきれてねえ。地形団員あったっけ？ちょっと待って、わかんないけど入ってる。愛みたいな入ってんの。でもさ、殺したら通報するくないじゃん。え、この5人の中に1人いるってこと？いる人もいると思うよ。じゃあ俺が本当にあると思うけどな。ひまじさん、はい、いや、これ暇人さんも釣ろうぜ。これで俺じゃあ、ズじゃないよ、アベンジャー。俺アベンジャー。アベー、わかんない。地形内いるしな。こいつ釣ろう、こいつ釣ろうぜ。マーベルオタク釣ろうぜ。だるっ、直しろ。ああ、そうか、これをやってたんだ。
多分、うん、俺は上に戻った。俺もいたとして人狼でしょ、暇人さんっつったら確実に一人落とす。正味やえ、くんさんのやつで、で、やつさん殺したんですよ。え、一人狼じゃない、え、二人狼だったらこれ噛んで終わらせてるんだよ。馬面で連れてるんだよね。え、絶対そう、絶対そう。で、これ多分やつさんが人狼で合ってると思うよ。多分ヘルスカ結構いいもん。ヘルスカがやつのどっちかに絶対一人狼いてるのは絶対間違いないし。ヘルスカの役職が時系団読みってこと？え、時系団、違う違う、時系団でもどっちもいい。え、さっきも言った。アベンジャーだと成り立たない。アベンジャーは人狼が殺したのを見て、そう、殺してるの、もでもさ、時系団でもう通報すると思ったんだよね、俺。そう。でもまあ、絶対ヤツさんとヘルスカの中に一人狼おるから、もう二人狼連れてるって見ていいと思うように。一時系団で。俺、暇人まで連れてきたいけどね。直樹、これ二人狼だったら、絶対大丈夫。え、じゃあこれ二人狼だったら、だって、噛めば終わるのに、ここで噛まないってことは、絶対一人狼なの間違いないじゃん。で、俺スキップ入れたよ。それを信用してみよう。ダメだったら、いや俺絶対一人狼であると思う、ね、これで入れたら絶対これ人狼でしょ、ここで入れてきたの。で俺が入れた、普通に切りたかったけど、これ何やねんお前。いや分かんない分かんない、ヘルスカがどっちなのかよく分かんないよね。え、どっちでも関係ないでしょ、一人狼いて連れてもいや違うだ、いやまあ二人狼だったらもう一人噛まれて終わりだからもう諦めるぞ。うん、確かに、うん、アセンブル絶対一人狼だよ、噛んでないってことは。なんかアセンブルとか言ってる、通信のとこで待機してるね。まあ俺ネキヨコさんはでも、じゃあ俺一人で俺上の方のタスク全部終わらしてくるわ。それでいい？え、これ誰？え、これマジで誰なんじゃ？え、もうわけわかんねえんだけど。動いてたとしたら、あ、いたわ。え、これ誰？おい、なんか。え、誰だったの？暇人じゃねえ？もういないから。暇人なんじゃないかな、普通に。え、トーマスバトベルのさ、できなかったってことじゃない？え、てかさ、最初のやつヘルスカじゃなくて本当に暇人だったんじゃない？で、結局二人狼だったら噛んで終わってるじゃんでスキップさせたけど、一人狼だったら噛めないよねって話。まあ、正直なんか人狼側のアクション待ちだよなこれって。もうこれはもういいでしょう、絶対一人狼だよ。なんだこれ、何のタスクだよ今の、何のタスクだ。パシャ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 やるの、なんだこれ。でも、怖っ。暇人さん。はい。暇人さんだけタスク無限にやってて。あ、うん、やってるよ、そうそう、そのつもりでやってる、今、一人で動いてるもん。そしたらいつか終わるから。うん、これ、多分最強だよ。いや、動かなくていい、動かなくていい。電気も直してくるわ。動かなくていい。完璧やないかい。俺ら動かなくていい。もうすごい、全部あの人に任せてればいいんじゃない。あ、直った。今、焦ってるやついるだろ、この中に。さんがさ、ガチで。エンジンルームか、エンジンルーム。デキオポさん、近いから。何二択？デキオコさんは。え、俺的には、あの、わかんない。無限。もう、頭悪いの。無限くれたね。ベルモさん、今、行動くれたね。サボタージュ開いてたんじゃないの？いや、俺、普通にマップ開いてた。わかんないぞ。タスク半端ないぐらい長いぞ、これ。締められた。しんの、マジで。体動かすって、これ。普通に運動やん。プラゴミ。え？生ゴミ。プラチック。プラチック。な。こっち。わかるか、ボケ！何のゴミだよ、一体これ！カッペテビア。ピンポン。ピンポン。意味がわからん、意味がわからん。わかんないよ、このタスク。一体何なんだ、あのタスクは。むずすぎる。わかんねえ。なんか、本能でわかるようなタスクじゃねえって、これ。アモンガスのいいところは、猿でも解けるタスクなのに。あれ、ガチで意味がわかんねえ。俺多分、わかったよ。誰？誰？ベノムだよ。え？俺じゃないよ、普通に。よし、ボタン押しに行こう、釣ろう。なんで分かったから。いやいやいや、なんでのちゃちゃ分かったの。この違ったらのちゃちゃのせいにできるから、もう釣ろう。知らねえ。この試合を終わらせに来た。じゃあ、ちょっと待って。確かに行くか。行こう。待って。お前、バカ野郎。違うよ。多分ベノムだと思う。じゃあベノムだわ。トーマス殺すならベノムだわ。暇人さん隠しろ。違うと思うな。
確信がちょっとなかったけど、今すぐは確信になった。間違いない。トーマスと、トーマスとベノムでずっと悩んでたんだよ。二択で。うん。うん。セキオコさんは、そのクーさんの言ってたあれで、たぶんまあ村人なんだろうなと思って、で、今のでヒマリさんも村じゃん。で、トーマスくんとベノム、まあ、そっちからしたらちょっとわかんないかもしれないけど、トーマスくんとベノムだけ、その、一回二人で行動してたんだよね、多分。その、倉庫から、ヘルスカ釣った時の誰か死んだやつ、あれ、多分、トーマスくんか村、ベノムも殺せたんだ、殺せたと思うんだよ、普通に。わかる？だから多分、ベノムなんだ。その時の話が全然わからないけど。じゃあ、もしかしたら俺はお前を信じるぞ。あ、俺、激怒だと思うんだよな。あ、もうこれも信じるわ。え、激さんはない。俺はもう、ベノムさんを釣る。これ、ここで今言うんだったら、のじゃじゃの方に近い方がよ。これ多分、ベモさんで合ってると思うけど。いや、二択で俺とのじゃじゃだったら俺めっちゃ怖いんだけど。ね。泣いちゃう、泣いちゃう。泣いちゃう、俺。よくやった。どうなんだろう。でも、のじゃじゃずっと悩んでたからさ。トーマスのじゃじゃの悩みに答えが出たんだよ。いや、これね。いや、ちゃんとクーさん違うやん。選べない。選べないのきつい。誰に励向いてるかわかんないんだよな、これ。いやいや、これは GG でしたね。多分出来横、俺が暗闇で一瞬だったから見えてなかったね。まあ、お互いのその祖母があったんだ。っていうのが、あの遺言でもとんでもない重量の呪詛を残してくるの、ピンタルコシだ。いや、俺はただの無能だ、大丈夫だって。勝たなきゃやばいな、みたいな。圧やばかった、マジで。役職追加で、あのインポスターのシェイプインポスターみたいなことできるやつ。変装。あー、いいっすね。これ喋れない。何かしらインポスター役職あるんで。はーい。こんにちは、社会人さん。聞こえる。わ、一人だけなんか日本語使ってる。いいしね。あ、二人だった。なしも使ってる、なし。よし、やりますか。あらららなし、イムシって言ってくれ。マジンさん、マジンさんいます？マジンさんポッチしてる、これ。マジンさん落ちた。落ちました。このゲームでも。このゲームでも。このゲームでもしかしたらポッチですか。うぅ、トイレートイレートイレが行ってきた。始まってるね、マジンさん。よいしょ。マジンさん、始まってますよ。知ってるよ。マジンさん何これ。どうしたの。右下から今、クンさん帰ってきたね。なんだよな、白に合わせるやつさ、なかなか難しくてさ、微妙に合わないじゃん。よし、オッケー。すまん、すまん、アリエンのすまん。え、嘘でしょ、嘘。すまん、アリエンのすまん、すまん、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、待って、待って、ちょっと待って、待って、待って。あぶね、あぶね、危なくないか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。なんか多分、いつ、ちょっと待って、わかんない。仕掛けられたな。俺仕掛けられた、一回。で、その後、アリエンのすまんつって、ちょっと、アリエンに押し付けちゃった。ごめんね。それで押したわ。見られた、見られた。のじゃじゃが、その、爆弾仕掛けられたって発生す、思う10秒前に誰がいた？馬面、の可能性もある。馬面ってことは、俺と一緒に居住区から下がってきたよ。じゃあ、それ違ったらアウトなんだよ。あ、夏期か、じゃあ。え、違う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 。長月だ。なんで長月だ。ブリッジで長月何してたの。え、どのタイミング。僕最初、最初はブリッジ降りたけど、その後、下の方行って。え、のじゃじゃでしょついてたの。え、違う違う、下の方、ブリッジ行ったけど、別にのじゃじゃと会ってないから、僕。あ、それじゃあ、もう長月だ、じゃあ。なんでそれ、あったって言わないの、それ。え、あ、じゃあ会ってないってだから、僕。長月、なんかすごい。長月、役職はストップ。え、役職ばっかり言った方がいい。役職はないけど、特に。待つとこか。うん。いや、もう、つるつる。ガチ話のじゃじゃねえ。長月さんじゃないような気するよ、俺。長月、俺が合流した瞬間、即爆弾やったんや。じゃあ、会ってないって言ったら、爆弾が止まったら、もう長月でしょ。会ってはいるでしょ、普通に。うん。いや、会ってはいるけど、多分パニックって多分喋れてないだけだと思う。パニックって。ちょっと、俺もそんな気がする。それは知らないよって。え、ちょっと待って、これ、アリエヌ、じゃあ、馬面ぎになすりつけたら爆発するよ。ああ、なるほど、なるほど。馬面ぎ止まっといたら。とりあえず馬面さんになすりつけます。待って待って、僕は。逃げちゃダメだよ。いやいや、馬面ぎしょうがない、しょうがない。逃げちゃダメだよ。役職あるじゃん。まあいい。馬面ぎその前にいて。役職ある。邪魔しゃあないか。じゃあ、落とした。死ぬまで待とう。死ぬまで。おい、おい、動くない。あの、のじゃじゃたちが固まってたグループにいるよ。役職何も言ってなかったな。馬面何も言わないで死んでったの嫌だな。いや、ないっつってたよ。ないっつってた。あ、ないっつってた。いや。え、待って、わかんないな。ちょっと、ベノムさん重なんな、重なんな。ベノムさん
風なんだ。じゃあさ、ワンチャンさ、その長月じゃなかった場合の話なんだけどさ、ああはいはい、長月会ってないって言ったから変身の可能性で、その前に会ったやつだったとしたらちょっと分かんなくなるかも。ああ変身か。ああそう、変身で長月になってて、その場合会ってたらその前の人になるから、絶対に。あ、変身とボマ一緒に使えないはずだよ。だからじゃあ別の人になる、その前の人になるって話で、だから長月より前の人になる。あ、長月より前だったら、そのここに暇人の詰まってたタダシャカ暇人家賃になるだとしたら、タダシャカにボムは使えないと思うよ。ああ、確かに。じゃあ暇人か。じゃあ長月でいいと思う。あ、この日横には無理だ。じゃあ長月でいい。のじゃじゃ、はい、俺アベンジャー。俺も入れてくださいよ。のじゃ来て、結成しませんか。はい、のじゃお前役所、ボマスくんの姿が見えない。ベノムどっか行って、ベノムどっか行って、もうちょっとベノムどっか行って。どっか行けお前ら。これでアベンジャーズですね、クンさん。ズはないよ。はい、え、じゃあのじゃじゃ俺一緒に動かね。え、のじゃ俺たちじゃそういうこと。俺はじゃあアイアンマンにします。え、じゃあ俺キャプテンアメリカ。はい、行きましょう。それでオッケー。じゃあ俺たちアベンジャーズ。開かねえな、開くからね。アベンジャーズならこれぐらい開けたいところだけど、こういう時はハルクが開けるんで。ああ、ハルクいねえもんな。ベノムハルクっぽくね。そうなんだよな。博士だし、投げすごそうだもんな、ベノム。ベノムハルクだよな、完全に。体格とかも。クンさんのやつついてきますよ、全部。なんていうか、のじゃじゃが先行った方がいい。のじゃじゃ殺されるから、それを俺が、そう、キャプテンアメリカが救うから。のじゃじゃがもう先行で。暇人じゃない。誰かと出会ったら10秒数えるのが吉。なんかそろそろタスクやるより、なんか、ああわかんねえこのタスク、入れていこうか。死体探しに行った方がいい気がする。お、死んでる。タダシャカと、いや、タダシャカだけが死んでるの。場所は孵化室のハニカムの右。めちゃめちゃ前なんだけど、孵化室でタダシャカを見た後に医務室に入って、そこでのじゃじゃとクンさんが話してた。僕の最終死にはそこ。その後は知らん。めちゃめちゃ前。適横は上の方行って、ね、娯楽室行って、いつ死んでるか全く分かんない。いつ死んでるか分かんない。これ相当むずいよ。ありえぬやつでもないと思うよ、多分。うん、最後に見てタスクやりながら一周できるぐらいはあったから。正直なんかアリバイあんま意味なしてないよね。うん、爆弾で死んではいない。だから割とね、何でもできる。爆弾は馬面とか長月にいた可能性はだいぶ高いよ。だいぶ絶対そうだと考えていい。長月だよ。どっちかだったと思う。長月さんっぽいっしょ。これどうする？ベノムは特に怪しいのか。正直これはもう好き。怪しいやつがいない。逆に二人で動いてるところが今回ちょっと怪しいかも。暇人違う？ああ。暇人逆に噛んでない。噛んでないよ、俺ずっとタスクやり回ってたから。そうだよね、まあ、その死体の近くで見かけたっちゃ見かけたから。いや俺上から来たっしょ。ああ、そうなんだよね。ヒマジン上からだね。今日だけ入ってヒマジン上からだね。誰だ誰だ。タスクゴリゴリやってんだけどな。マジでタスクやばいぐらい進んでるね。あ、でもめっちゃやばい。タスク終わるで。頑張れそっちある。まあじゃあどうやらキャプテンアメリカたちの出番なさそうだぞ。いや、クーさん思ったんですけど、クーさん黒いからブラックパンサーだわ。あー確かに。でももうブラックパンサー死にました。おい、ハルク合流しろ。おい、のじゃじゃ、あ、役職ある？あるよ。ほんと？何？うん、自警団。面白いことが起きました。この中に、この中にどなたか自警団の方っていらっしゃいますか？あ、これなんか分かった気がするな。ちなみにやつ自警団なんですけど。アベンジャーじゃねこれ。のじゃじゃが多分嘘で自警団ってベルムに言ったら、ベルムが特攻してきて俺がアベンジャーズで殺した。で、ハルク来いって言ったらなんか殺してきた。ギャグじゃん。まあ、でもその辺は間違ってなさそうな気がする。いや、クンさんがアベンジャーで、これアベンジャーで、ヤチ多分本当の自警団じゃない？自警団です。マジあの動き？マジあの動きで？
え、あの時でヤクさん人狼じゃない、人狼違うって、殺してるって。だってアレンずっと殺すタイミングあったねさ。いや、まあまあ、怖すぎ。まあまあまあ、でも本当に自警団なんじゃない、自警団ってこう、俺が自警団っていう可能性あったの、かなりあったから。今のところで自警団嘘つけるのが相当やばいから。まあ、間違いないか。さすがに、それはそうね。マジか。さすがにって感じするけど。アベンジャー役に立つんだ。いや、アベンジャーベノムだ、トロールがかけたよ。タスクちょっとじゃん。やばい。バカ、バカ早いもん、あれやん。まあでも、あれするしかないよね。もうタスクも進んじゃったし、まあ、しょうがないよ。あ、いい無理だ。やばい、やばい、やばい、これ。無理だ。おい、え、あ、ベノム時系だ。のじゃじゃトロールなの、これ。ベノム時系だ。全然タスクや。やばすぎる、こいつ。あー、なるほど、そういう、さらにやばい、こいつ、やばすぎだろ、こいつ。何が起こった、役職見れなかった。ノジャジャが自警団って嘘ついたから、ベノムさんが自警団でノジャジャを殺しに行った。そしたらクンセがアベンジャーで、クンセが俺殺して、ヤツがめちゃくちゃおもろかった。全員村、どういうこれ、危なすぎるよ、本当に。なるほど、そう、やっぱり、やっぱりヤツさん人狼だよね、あの動き絶対人狼。なんであれ、乗っ取られてんじゃんと思ったの。しっかり乗っ取られた。タスク終わらなかったらワンチャン。アベンジャーズ怖っ。危ない、マジで。危ない。全然負けた。アベンジャーズは役職関係なく殺せる。いや、アベンジャーズやばい。俺が殺したら即通報されて終わるかなと思って無理だった。ヤチちゃんと頑張ったな。目も殲滅が持ってるわ。自分の役割を俺、タスク。タスク勝ち結構現実味あるな。タスク勝ち厳密詰めあるね、全然。できる範囲内って感じする。かなりみんなでガッツリやれば、一人でできるのがいいよな、アマンガスと違って。一人で全部回せるみたいな。それが最高の気がする。あ、これアマンガスじゃん。ここまでパクんなくても、パクる、インスパイアだよ、もはや。めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近いで。は？は？これどうやって、あ、いるよ、みんないる、みんないる。あ？あ？いや、今、分かんなかったな、誰だったんだろう。めちゃくちゃ固まってて。いや、変装したメロンにやられたら。白いやつだった気するんだよな、普通に今の。あのね、これね、あの、キルモーションないから分かんない。うん、今ね、右から走ってきたやつ、右から走ってきたやつだから、白いやつだから。え、違う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 、これ、このじゃじゃ、これ、キルモーションないから、わけわからん。本当にわかんない。いや、俺、釣れない。今、見えてた、見えてた。どこの話？え、まず、電気室の最終試合、なんかすげえことになりそうだな。なんで傘なったの、お前ら。マジ、バカなの？いなかったってわけ。離れた。すげえな、横じゃん。怒ってる。いや、だって俺が起きてんのに重なった。敵横と誰がいたの、誰がいたの。ナッシー敵横はもう全然違うところ。俺とナッシーは全然違う。ナッシー見えたんだよな、あのさ、ブリッジのさ、左のさ、通路にいるくない。うん、ね、あと馬面はぎも多分違うと思う。停電治った後にチラッと見えたんだよな、ナッシー。いたのが、3、6人かぐらいいた。なんか残り全員じゃん、もうそうなってくると。そうそうそう、処理これ釣れない、ほんまに。あのこれは、これはマジで近かったら無理なのよ。せめて6人誰かを知りたい。じゃあこれスキッパ入れるよ、なし。スキッパはいいんだけど、誰だっけ、いたの。いたのはいいんだけど、誰なの。俺とジマジンさんはいた。自分とノジャジャと、あとヤチ目線。アリエヌ怪しめなんで、アリエヌについて。まなんでアリエヌが怪しいの。わかんねえ。何でアリエヌ怪しいの。離れてたよね、違った。なんでアリエヌ全員。いや、じゃあこれね、マジキルモーションないから、ほんまにあれ当てになんない、固まったら。いや、マジで。さあ最後どんなことになるんだろう。したと思ったら V 字読んでた。トーマスの爆弾魔の動き見るか。はい。お前だ。なん？爆弾ダック。でてててて。誰がいたの？早く離れて、早く離れて、早くどいて。早くどいて。おい、お前だろうね。もうすれ違いたくないんだけど。あ、これなんか。お前だろ、すれ違いたくないって。あ、ここじゃないインカム。ういういうい。え？インカム？あ、ここなんだ。どこ？インカムここ。待って、爆弾魔だろう。今つけてました。え、つけてない。爆弾魔のマークあるよね。そうなの。多分これがつけるラインじゃない。これつけないよね。せっかく人と触れ合わないようにしてたの。あ、ここら辺つければいいのに。今つけないのか。慎重だね、爆弾の使用に。あ、
これ結構特定できるんじゃない？停電を探しつつ、石油、娯楽、ブリッジ行って、ブリッジで死体発見。結構詰めれるんじゃない？右にいた人、停電中何人かすれ違った人違うと思われる。そう、なし、右にずっといた。で、長月は電気直して。ブリッジ死んでたの？ブリッジの上の方かな？娯楽とブリッジの通路。いや、できさんか？あれ？え？できさんが死んでる。横が死んでるよ。これ。ちなみに、ヤチと俺は、池の浴場？浴場？にいたよ、ずっと。ひまじゅん誰だと思うの？にいる。これ俺、正味トーマスくんかな？だって俺、ギリギリ俺、ブリッジタスクやって、その時にデキオコさん生きてるの見てたから、割と。トーマスくんこれ、遅延してない？なんでブリッジ方向に？いや違うと思うけどね。電気して停電の位置違うと思う。思うけどね。普通に違うけど、待って、ただ釈迦さんもちなみにいた上の方に。で、私は停電起きたから戻った。俺長津でただ釈迦か暇人のどっちかだと思う。ただ釈迦か暇人のどっちかだと思う。ただ釈迦か暇人のどっちかだと思う。ただ釈迦だ。ごめん、スキップ入れた。なんで俺ちょ、待って、なんでそこで違う。やばい、それは。やばい、ここで。いや、俺は入れてない。俺は入れてないけど。誰が入れたの今。だいぶやばい、だいぶやばい。僕はスキップ入れてます。ナッシュはこんな感じでした。いや、殺意高すぎだろ。お前ナッシュ、お前もうちょい考えろ、もうちょい考えろ。お前やばい。トーマスくん、停電こっちね。普通にミスった。トーマスしかな、停電の人狼しか直しに行ってる。どういうことだよこれ。役職ある？いや、役職ない。普通の村。爆弾魔まだ生きてると思うよ、普通に。おめえだからな、それ。爆弾魔ってあんの？こいつは何してんの？助けやったからかな。正しさは。じゃあ終わらせる、これ今から。殺せ。こっち側、殺せ。俺が立ってるところのやつ。今殺せ。あ、そうなんだ。そう。このタスク多分水蒸気でやるから隠しろ。さすがにあれじゃん。何のためにいるのこれ、正しさは。確か何してんのこれ。何がしたいのこれ。こいつ。何がした。どこ。セミソシ、シャ我々の生命。何のために。固まんないで。一旦離れよ。社会人ただしか動き怖いけどな、なんか動き怖いよね、ちょっと見ながら。いや、それそうだよね、人狼、それ分かる、動き怖いよね、なんか俺も怖いもん、見てて。こいつ何考えてんだろう。ここにみんな固まっちゃってるのか。こいつ何考えてやってんだ。どこ怖いな。爆弾。押して。ただしか、これ、社会人さん、ボタン。ボタン？ない。ボタンどこ？うざい。え？あ、暇尻になすりつけた。ボタンどこ？よかったね、暇尻なす、なんか正しかなすりつけられなくて。あ、ここか。わかんない。爆弾引っ掛けられて、のじゃじゃが死んじゃった。あ、自警団員だったのに。ごめん、のじゃじゃ。ほんまにごめん。で、ボタンしてって。暇尻がつけられて。そう。まあ、しょうがないか、でもまあ。でも、暇尻が最初につけられた？俺が最初につけられた。で、誰とすれ違った？ガチな話、長月さん助けてたでしょ。ベノムさん、トーマスくん、あと、ここの孵化室あたりの2人。で、あれの人がタスクやってんやったら分かんないけど、あと、アリエヌさんあたりかな。アリエヌさん違う。爆弾ってさ、確かさ、30秒前だよね。そう、結構だから、タイミング的に考えたら、分からん、孵化室入ったあたりが孵化室の3人か。かなぁ。一応俺人との距離を気をつけてた。あと、社会人さん、ボタン押してって言ったんだから、ボタンの方行ってよ。いや、ごめん。こいつに頼むな。こいつに頼むな。ごめんなさい。俺、スキップでいいの、とりあえず。俺は結局、誰とすれ違ったかは、誰だっけ？孵化室あたりだと、暇人やちは見えてるけど、俺は人との距離は気をつけてたつもり。孵化室の3人って誰のことか分かんない。いや、俺結構すれ違ったから、それは嘘ついてる。それは俺結構ガッツリ入っちゃったからして。でもスキップかな、俺は。スキップはバカじゃん。順番とか、順番とかで終わっちゃうから、誰か釣らないと思う。まあ、普通にもう一回待てば。もう厳しいと思うけどな。わかんねえな。サクで終わっちゃうから。でもこれ、マジで罪悪あるわ。俺行きたいからさ、人に爆弾譲ったけど。ガチで最悪しかないんだけど。最悪なんかさ、爆弾ついてるって追っかけられて、わかんないよ。さあ、アリエルを掴みたいタラシャカ。何してんのお前。もう殺せ。これわからない。早。ベノムさんが急になんか僕に変身したんだけど。なんか暴れ回れると、やばいかもしれない、逆に。どこで
孵化室なんで固まってお前ら。ちょっと待って、なんか茶色、ちょ茶色いやつが僕に変身した。ちょこの、おいおいちょっと待って、誰が。ちょ二人とも引かれた。何アリエヌさんとのベロムさんが僕に変身した。ベロムさん変身したんですけど、なんか びっくりした。茶色い人が急に色変わった。茶色い人なんかありますか。ベロムさん、ちなみにそれなんか弁明はありますか。ですね、サボタージュと変身がね、Lシフトコントロールの位置なんですよ。はいはいはい、押し間違えましたね。ライトを押してから変身しようとしたら押し間違えました。ベノム長期休暇入ります。お疲れ様でいい。これさ、釣られる時のモンモン早くしないと、早くしないと。これただじゃない、ね、ランダムじゃない、映ってる人がランダムですけど、アリエヌさんは爆弾じゃないと思うんだよな。え、俺爆弾なんだよ、こいつの動き。カメカメ、もうやつでもなんでもカメしかないだろ、もうカメ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 、噛んでパッて隠せばいいじゃん。あれれれれ、あ、どこだ、こっちか。あ、なし、殺せ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 。あ、殺せ。おい、ちょっと、なんか爆弾、やばい。おっとっとっと、殺せ殺せ。何やってるの、何やってんだこいつ、やばすぎ。カメカメカメ。え、ババンガスとかゲーム上手くない人の思想思考って、多分正しがってめちゃくちゃ上手くないんだけど、どういう思考でゲームか、隠せ隠せ隠せ。え、違う。ただしゃが、よし、よう、まあ、まだマシだな。なんとか、なんとか頑張ったな。あと2キルか、なんとかなるぞ。あの暇人さんが爆弾ついたっぽいんで発狂してて押しました。じゃあ爆弾ついたのは長月さんで。あ、そうなんや。え、じゃあ長月は爆発した。長月は爆弾で死んだ。ブリッジで爆発したってこと。爆発したい、死んじゃったんだけど、長月さんと俺すれ違い、一緒にいたのがブリッジなのよ。で、そこで一緒にいたのトーマス君、はい、トーマス君爆弾魔だよね。え、なんで。いや、同じ、え、時間的にそうじゃない。だからすれ違ったのトーマス君と長月さんで、俺いて、で、その通路誰もいなかったんで、社会人さんは上から来たでしょ。で、先に待て待て待て、ごめん、どこですれ違った、ごめん、マップ見て。え、ブリッジあたりトーマス君いたよね。え、なんか一瞬上に上がってきたの見えた、一瞬俺声は聞こえたと思う、多分すれ違ってはいると思う。え、で、絶対長月さんともすれ違ってるから、え、違うかな。いや、いや、でも俺トーマス君だと思う。暇人、暇人自信持って、そういう時はトーマス。いや、そうなんや。え、でも俺は多分トーマス君爆弾まで見ていいと思うよ。本当に絶対に、絶対にそう言えるなら、どうだろう。まあ、ベロムさんに一人連れてからもう一人ぐらいいける、あ、いけないか。いや、ここで甘えたら死んじゃうんだろ。いや、待って、でもね、違う、違うとしか言えない、ごめん、本当に。え、でも長月さんのこのタイミングは、トーマス君じゃないと無理だと思うのよ、あれ。え、じゃあ、なし、暇人のこと信じるからな。いや、これ暇人爆発しなかったら、なし、暇人通報。え、どういうことどういうことどういうこと。いいけど、多分残ってるっていうの覚えてて。オッケーオッケー。何言ってるの。暇人爆発するんだよね、もうちょっとで。え、しないしないよ、しないよ。あ、しないんだこれ。あ、え、どうぞ、しないしないしない。でもさ、僕とアリエヌさんはさ、あの、お互い何もできずにジジイかな、たらしゃか。もう爆弾なくなったら決まったから。でもあの、まあ、あの暗くなった。違う殺しないとか、多分アリエヌさんは爆弾魔かもしれんけど、あれではないっていうの。殺せる役ではないよ、やっぱシビアやな、俺と僕目線にはそう。タスクもう終わるから、みんなやったほうがいい。タスクやりに行こう、タスク。みんなバラバラでもやっちゃっていいと思うよ。みんなで行ってどうするの。オッケー。え、じゃあ僕すれ違ってずっと爆弾になってるの気づかなかったな、僕。これタダシャがどうするんだろう。つけてから、時間経ってから起爆だから。あ、そうなんだ。タダシャかじゃ絶対勝てないだろ。いや、俺タダシャがイントロだけど、タダシャがマジで何もしてない。あ、じゃあ大人数ですれ違って、すれ違った人につけるのが正解なんだ。マジで何もしてなくて。いや、まあ俺もトロールしちゃったけど。ひよこだから。暗闇だぞ、暗闇だぞ、暗闇だぞ、殺せ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 。なんでこういるんだ。ライトだよ、タラシャか。うん、表情。あ、勝てんのこいつ。ええや。マスクのやつみたいな。ボックめっちゃ言われてる。タラシャか。このアヒル。アヒルさん何やってんだこれ。殺せ殺せ殺せ。カニバル出てこねえのかよ。あ、カニバルって一回だけなのか。あ、しまった。しまったカニバルって一回だけなのか。え、これ早くしないと終わるぞ。何やってんのそこで。え、意味わからんのだけどこいつ。こいつやばい。ただしゃかさん何やってんの。いや、そう、
やっぱり裸だよな。いや俺もドロールしたけどさ。いやそうだ、ほんと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 、え、バカな社会人、絶対しろと思ったわ。ちょっとさすがにジジ。Thank you.